万党とは、キリスト教において、教派を問わず用いられる、万の講義等、礼拝を指す総称。本校では、聖教会における万党について詳述する。聖教会で万に行われることが多い講義等、方針例は、以下のようなものがある。セルゲイラ・フマニノフなどの作曲家たちによる徹夜等の、作曲作品は、多くの場合、万党と、通称されるが、聖教会において、 番に行われるのは、番下、徹夜、等だけではない。ただし、正教会の方針例に通じていない場合、万の祈りを区別して認識するのは極めて困難で、あり、番頭の号、をの抗義等に用いることには合理性がある。以下に挙げる、方針例のうち、5番の通夜として行われる場合の、パニヒラを除く、諸方針霊が番頭と総称される。 晩科晩導科や半科夜明け前に行われるものであり、晩刀に含めないこともある鉄や当晩科、草科、一時科が組み合わされたものパニヒダツヤとして行われる場合と、永民後の永民者の記憶として行う場合とがある。翌日に生体礼儀が行われる場合、全晩刀とも総称される。ただし、翌日に生体礼儀がない場合にはこの後はあまり用いられない。手術における、 鉄夜等と生態礼儀が行われる時間帯を示す図、教会歴の1日は日没から始まり日没に終わる。個々の教会ごとに行われる時刻に多少のばらつきがある。総称である番頭が聖教会において用いられるのは方針例の年間日程を大まかに公示する際などの場面においてである。聖教会の方針例の規定において 番頭の内容は時によって異なる。例えば普段の土曜日の夜には徹夜党が行われているが、大時の平日の夜には万党大化が行われることが多い。こうした内容は年ごとに正教会歴の規定によって変化をこむったり、また教会の事情によって内容を充実させたり内容を逆に簡略化することなどがあり得る。こうした変化に影響されない総称として、 番頭が用いられる。万に行われている、祈祷の詳しい内容が不明な場合や特に限定する。必要のない際に、正教会の万の方針例に言及する場合には、番頭の後は誤尾を避けることができるメリットもあり、総称として便利である。日本正教会においても、日常的にも用いられる表現となっている。ありがとうございます。